おっす。今日はだな、みんなにグッドニュースがある。というのもですな、最近ね、7、8、9月とね、ずーっと苦しめられてた真夏のクソ2枚状、これがついにね、水温の低下とともに、収まりつつあります。なんでね、これからはね、カンパチジギングに一番、いいシーズンに突入していきますので、ぜひぜひ、初心者の方もどしどし挑戦していただけたらと思います。そんなわけで今日は10月11日の兆候を解説していきます。最近はね、ここそう 2,3 週間ぐらいですね、ずっと水深が浅いポイント、岸寄りの 100m 前後ぐらいのポイントにね、ものすごく小さいスマガツオが大量に湧いています。もうね、ジグがそこまで落ちていかないぐらい、途中でもうスマガツオのちっちゃいのに捕まってしまうっていうのがここね 2,3 週間ぐらい続いていて、まあこれがね、このまんま大きくなれば、もしかしたら来年の釣りの時期なんかはね、サイズのいいスマガツオラッシュが、発生するんじゃないかと今のうちから期待をしております。まあどこ行ってもね、浅いとこではこのサイズのスマガツオが入れ食い、もうジグが落ちていかない、そんな状況です。次はね、これは水深120のポイント、寝魚ポイントですけどね、着底三尺鰤で食って、そんなに大きくないなんだけど、ドラグも出てないんだけど、なぜか根に潜られてしまう。これやっぱラインが伸びてるんですよね。水深 120m 出てるんで、まあラインの伸び率が 3% としたらね、リーダー合わせて 4-5m は伸びちゃうんで、なんでドラグが出なくても根に潜られちゃうことがあるっていうことですね。まあこの時はね、うまく根から、引きずり出したんで、ちっちゃい根坂だったんで無事上がってきました。うわ、根に潜られる。まあそこまでね、大きくもないアゼハタですけどね、こんなちっちゃい根坂でもラインを出して根に潜ることがあるっていうことですね。根坂は本当に難しい時は難しい。でこんな風にね、根に潜られた後はね、必ずリーダーがをチェックしてください。ここをね、かなりやっぱりリーダーが根に入られて先端がザラザラになってたんで、この後結び直してます。その後もね、なかなかいいサイズが出ないくて、割とちっちゃい魚が多く当たってくる日でした。これはヒメダイっていう魚で、カンパチの餌ですね。カンパチのベイトです。これを食ってるカンパチはね、結構でかいんで、基本的にはこいつがいるところでジギングをやるんですけども、まあ、この日はね、なかなかカンパチは食ってこず、ベイトのこいつらが食ってきちゃうような始末でした。まあ、美味しい魚ですけどね。ここは水深135のちっちゃい根があるとこですね。まあ、メインはカンパチ、大物ハタなんかも出るポイントです。ね、これはちょっとフォールで食ったんでね、ヒットシーンが取れてなかったんですけど、3キロちょいの本カンパチですね、水深は 125m の人工魚礁、ジグは、260g のアビス。
でなかなかね浅いところでいいサイズの魚が出ないんで、ちょっと深いところ、水深が160で、根頭が150ぐらいだったかな、の曽根のあんまりね潮が動いてなかったんで、曽根の頂点のちょっとやや30メートルぐらい潮神から流し始めたところです。暴れてフロントフックが腹にかかるとね、途端に大変になる。なるべく暴れさせないようにして、水深は150、ジグは手ブルスティックの 350g、ロッドはスロージャークは6オンス。もうねこの辺まで来たらドラグ緩めてもいいんですけどね。カンパチですねこの引きは。途中で腹にフック回っちゃったかもな、これ。最初は素直に上がってきたけど、どうだろう。最後まで抵抗しますね、この監督は。本カンパチ、やっぱりリアだけが口にかかってるんで、この状態だとね素直に頭を上に向けて上がってきます。このフロントがね、あ、切れてる。フロントがね腹に回っちゃうと大変。そんなわけで、釣果はね最大では本カンパチの 6.3 キロっていう感じでした。まあね、台風のうねりがねまだ残ってて、沖の
大きい魚がいるポイントには入れなかったんで、まあそれを考えればね、近場の五目釣りジギングとしてはまあまあの超過だったんじゃないかと思います。でね、今日はあの使ってるジグとか見てもらったら分かると思うんですけど、なんと一番重いジグでも 350g までしか使ってないというね、もうこれまでの夏場のクソ二枚塩の時だと考えられないぐらい軽いジグで、ジギングが成立をしております。使うロッドもね、今日はスロージャーカーの4オンスと6オンス2本しか使わなくて済みました。なんでね、今からもう夏潮が完全に収まったとしたら、水深 200m ぐらいのポイントでも 400g あれば十分っていうような、まあ、かなりあの初心者の人にも優しい潮になりますんで、ぜひぜひこれからはね、カンパチジギングのベストシーズンに入りますので、ご期待いただけたらと思います。まあなんちゅうかね、夏の二枚塩はもう使えるジグも限られるしね、もうとにかく重たくてフォールの速いセミロングロング系のジグをいかに早く落として、いかになんとかしてジグを動かすかみたいなね、本当に過酷な釣りになるんですけど、これからはね、いろんなジグが使えます。ロング系、セミロング系以外にもね、フォール系のリーフ系のジグとかもね、結構使います。私はだからこれからはアビスとかスパンキーとか、シマノだったらバタフライウィングとかね、ああいうフォールが遅くて、ヒラヒラするようなジグも結構使います。なんで、ジャークもね、基本のワンピッチジャーク、ワンピッチワンジャークに加えて、まあ2分の1、3分の1ピッチとか、あとはたまにロングフォールなんかも交えたりしてね、いろんなジャークのやり方も試せますんで、これからは非常にベストシーズンになりますので、ぜひ、ご予約をお待ちしております。